はいどうもでですお久しぶりうまま今日はですねもう完全にあのさっきまで寝てたんですけど <laughs> あの昨日ね友達に家に行ってですねちと中学の,その同級生同士で集まってまあなんか同窓会チックなことをやってで今日のまあ昼間帰ってきたとま向こうで泊まってきてまたこっちに 昼間帰ってくるっていう感じで、そして今日大学だったんだけど、えー、サボりましたね <laughs>。眠亭子。眠停止もうどうせ今日ね、ガイダンスなんで、最初の初回授業なんで別に出なくていいかなと思って、出なかったんですけど、まあ、というわけでね、まあ、お久しぶりです、皆さん <laughs>。全然動画上げてなくて、申し訳ない。申し訳ない。今、ガーいましたね。あのね、 最近上げてない理由はね、PS4 やってないですね、僕ね。<laughs> Xbox One をずっとやっててですね。あのー、PS4 ね、基本今あの、フレンドとやるときぐらいしか動いてないかな。うん。なので、まあ、最近、FIFA とかタイタンフォールは、まあ、PS4 でやってるんですけど、それだけかな。ね、こんだけゲーム積んどいてね、 あ,のあれなんですけど全然やってないとで最近 XBOX に結構ハマってるというかやってますねあのねまあ理由として XBOX1 のなんかあ XBOX のオフ会に行ったんですよおあの先月かな先月末にもうそこから火つきましたねなんか刺激をもらいましたね いや本当になんか、あのーまあ、僕、正直言って、そのオフ会の前までは、まあ、そこまで起動率高くなかったですよね、XBOX のね。まあ、フォルツ・ア・ホライズン3とか、まあ、車のゲームですけど、まあ、それはやってたんですけど、それ以外は特にやってなかったかもしれないですね。まあ、一応、ゲームは何本か持ってはいるんですけども、まあ、やっぱりその、ね、フレンドとかいる関係で、プレステ4の起動率が上がるっていうのは必然的だと思うんですけど。 まあやってなかったんですよね。その、そこのオフ会に出るまではね。オフ会出て刺激をもらいましたね <laughs>。でなんか XBOX 本当になんか楽しくなってきました。なんか、まあ、ビンゴ大会があってですね、ゲームソフトもらったりとかしちゃって、なんか、すごい嬉しいですね。もう、やるもんいっぱい。まあ結構、現段階でも積んでるゲーム多いんですけど。 もらっっちゃってね本当にありがとうございましたっていうか運営、運営の皆さんと、あと、参加者の皆さんに、僕はお礼をぜひ言いたいなと。一応、ツイッターの方ではツイートしたんですけども、まあ、もうちょっと日数経っちゃいましたけど、また改めてありがとうございました。いい経験をさせてもらいました。またなんか、あの、うんと、忘年会かな。忘年会か新年会の時期にまたやるみたいなんで。 えー、参加できればでき、したいなと思っております。はい。まあ、つうことでね、あの、全然、や、あの、PS4 をやってなかったと。で、まあ、今もね、Xbox、僕メインで動いてますね。で、今日もですね、まあ、昨日か。昨日もちょっと Xbox360 のゲームを漁ったりとかして <laughs>、うん、ちょっとずつ、あの、またソフトも買っちゃってる感じなんで。 はい、ガンガン遊んでいこうと思ってますが、まあ、そんな x b o x ONE なんですけども、えー、上位機種新型機手が出ましたね、x え、出ますね、予約開始、x b o x ONE x っていう、まあ、プレステでいうプレス4、PS4 みたいな、PS4 PRO みたいな感じの立ち位置のやつなんですけど、すごい精度いいみたいですね。あの まあ、4K60fps がゲームによっちゃ動くみたいな感じらしいですね。だからフォルツァが、その、フォルツァ7っていうレースゲームがあるんですけど、それが割とベンチマークになってくるのかなと思いますね。その新ハ,新ハードっていう、まあ、新型機種のベンチマークになってくるのかなと思います。で、またなんかフレームレートとか、もう向上、向上じゃないな。あの、安定するらしいですね。ちょっとよくわかんないですけど、僕、その辺は。 フレームレートとかはま気にしないので。でもなんかその 60fps のゲームだったら 60fps がなんかその安定して動くのかななんかわかんないですけど。らしいですので、その辺のなんかまあ、向上も、画質の向上とともにそのフレームレートの向上もあるということで。で、また本体もね、ちっちゃくなってますね。あの,の、Xbox One S よりちっちゃいんじゃないかな。 1あの一つ前の小型機種があったんですけど、えー、それ 4K ウルトラ HD 何だっけ ?4K ウルトラ何だっけブルーレイじゃんないかその ?UH なんちゃら <laughs> UHBB わかんない BD? だからが搭載されてる見れちゃう,そうソフトあのハードがあるんですけどそれよりもちっちゃいみたいですね で、価格は5万円ぐらいですか。まあだいたい多分税入れたら5万5千円ぐらいですか。高いっすね。高いですけど、やっぱ性能の割には安いっていうのは僕も素人ながら重々わかってるつもりなので、欲しいんですね。チャンスがあればね、お金貯めようかなと思いますだから、それのために。ただね、今ね、やっぱ、あの、そんなに出荷台数もないみたいなんで、予約も少ないみたいですね。予約の数も。 で昨日、おとといかなあまだかなまだまだじゃねえや。おととい、その前かな発あの、予約かあの開始したの。おとといだっけな。で、もう速攻ね、なくなったみたいなんで、予約の、その、台数、予約分の台数が。なんで、まあ、これからもどんどん品薄が続くのかなと。うん、今、任天堂 t e n d Switch も、あの、品薄続いてますけど。 そんな感じになるんじゃないかなっていう。なんか下手したらスイッチより手に入りづらいかもっていう話ですね。はい。欲しいですけど、いつになるんでしょうか。<laughs> ていうか僕の財力的にどうなるのかちょっとわかんないですけど。まあ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 、お金の工面ができれば欲しいかなと思います。えー、今 PS4 僕2台持ってるんで、Xbox も2台目欲しいなと。22でちょっと合わせたいなと。<laughs> 思います。スイッチも欲しいんだけどね。スイッチも欲しいんだけど、 僕はちょっとあの、うん、その、ま、やっぱね、正直やっぱりニンテンドーのゲームって、ま、あ Xbox ほどなんか、なんか映画的なゲームはないんで、そういうなんか壮大なゲームをやりたいので、ま、でもスプラトゥーンもやりたいですけどもちろん。だから、チャンスがあれば欲しいし、多分弟,弟,弟も欲しがってるんで、買うかもしれないんですけど、現状やっぱ僕ちょっと、 ハイエンドな機械でちょっとやりたいゲームがいろいろあるのでそっちを買いつつプレス4と Xbox をなんかうまいこと両立させてやっていきたいなとは思ってますねはいまあっていう感じですかねまあ雑談みたいな感じですけどもはい <laughs> まあそういうことです <laughs>、はい、またあの気が向いたら配信やろうかなとは思うんですけども 僕の気が向いたら気が向かないんで、あんま期待しない方がいいかなと思います。はい。結構僕、あの、コロコロ意見を変えちゃう人なんで、<laughs> あんまりし、優柔不断な野郎なんで、あんまりあの、信用しない方がいいと思いますけども、あ一応まあ、やりたいなとは思いますけどもね、一応ね、Xbox で YouTube が配信できないので <laughs>、できればやりたいんだけどね、そっちでね。 まぁちょっとそれは厳しいんで、キャプチャーボードとかもあればやりたいんですけども、僕機材揃ってないので PC もないし、だからちょっと Xbox の配信は厳しいかなと思ってますけども、いずれや,ろうやりたいなと思いますんで、お待ちください。はい。もう最後の方ちょっとよく何言ってるかわかんなかったですけど、はい。そんな感じです。はい。では今回は、 この辺でバイ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 お疲れ